さて、はい、準備というかなんかいろいろと今そうですね、選手のスタンバイをなんかしてるみたいですけども、決勝のですね、お二人、はい、改めましてですね、はい、この決勝の舞台に赴くにあたって、はい、ちょっとね体調を整えてるというお話を聞いておりまして、体調悪かったんですか？どうなんでしょうね、はい、実際悪いのかどうか分かりませんけれども、はい、ちょっと確認してみたいと思います。ですね、多分準備が整っているかとは思いますけれども、決勝進出選手の控え室、それぞれ用意してございます。呼んでみましょう。若井さん、丸山さん、どうでしょう？あ、はい、はい、こちらフーミン選手の控え室前となっています。はい、先ほどからですね、という荒い声が聞こえておりまして、はい、ちょっと中の様子がわからないので覗いてみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。一体どんな状況なんでしょうかね。はい、さあ、362、363と自分で数えながらレイフェイのような体になりたい。レイフェイを目指すということで、はい、精神ともに鍛えているところです。どのような戦いを最後見せてくれるんでしょうか。フーミン選手の控え室でした。ありがとうございました。ちょ、やめちゃいましたよ今。はい、はい、ありがとうございます。そして丸山さん、どうでしょうか。はい、はい、こちら周選手サイドなんですけれども、はい、ちょっとハプニングがございまして、はい、無言のままこちらトイレに駆け込んで、音が聞こえないんですね。はい、ご覧いただけますか。ちょっと黒い影だけがちょっと見えているんですけれども、そろそろ時間になるので出てきていただかないとこれは危険ということになってしまうと思うんですけれども、いやちょっと心配ですね。全く音も聞こえないですね。周選手、そろそろ時間なんですけれども、流しています、水を流しています。ドアが開きました。はい、間に合いました。じゃあ最後に一言お願いします。勝ちます。はい、一言力強くいただきました。以上です。はい、ありがとうございました。若井さん、丸山さん、二人のね、まあもうお互いですね、はい、かなりやらされた感が否めないんですが、もう、はい、風邪ひいてるのに大丈夫なんですかね。本当に、はい、もうここまでノリノリでやってくれる二人に、風邪ひいててしかも裸になってましたからね。はい、いやー、とにかくですね、なんといっても最後の一試合でベストを尽くしていただきたいと思います。はい、それでは運命の時間ですね、行きましょうか。コールさせていただきたいと思います。参ります、決勝